天狗竹亜族は、天狗竹族の亜族の一つ。天狗竹族のうち、傘の周縁部に放射状の状況を生じ、その放射が、要素溶液によって、灰色耐性灰色に定触しない、分類群をまとめたグループである。古実体はやや小型内四国王行で、よく発達した、中心性の柄を備え、傘の裏に形成される、史実創卓は常に、膝状をなす。 天狗だけ属の定義に従い、ヒダの実質部の禁止配列は、ヒダの円の方向に向かって逆 V 字型を成している。また、大部分の種では、個実体を構成する禁止は、カスガイ連結を書いているが、端式の規模においてのみ、カスガイ連結を有する種類がいくつか知られている。外皮膜は、すべての種類に備わっており、その組織が、通常の禁止を主として構成されていれば、 空の基部に袋状内視鞘状の壺を形成し、あるいは傘の表面に不規則に裂けた膜質の裂片として残存するが、外皮膜が主に農場あるいは大円体状もしくは、円筒状の細胞から構成されている種では、個実体の成長に伴い、その外側を包んでいた外皮膜は細かく砕け、イボ状あるいは粒状内視糞状の破片として、 柄の基部及び傘の表面に残存することとなる。内皮膜は一部の種を除いて存在しており、多くの場合、十分に成長して傘が展開した、小実体では柄の中ほどに位置した膜状のつとして残る。経験則的にではあるが、ほとんど全ての種が、ブナ科、松かかばの木か、双葉ガキか太ももかなどの樹木の細い根の細胞間隙に菌種を侵入させ、 いわゆる外星均根を形成して生活していると考えられる。熱帯から寒帯にまで広く分布しているが、強制する樹木の分布に随伴して、種レベルの分布域が形成されている。シンガーの分類体系によれば、日本産の分類群は以下のように整理される。外被膜は愚く、小実体の成長に伴って崩れ、異母状内種粉状の破片となって、 傘の上あつら及び柄の基部に残る。大部分は柄に明瞭なツバを形成する。外皮膜は例外的な一部の種を除けば脆くなく、通常は柄の基部に鞘状のツボとなって残存する。内皮膜を描き、柄にはツバを持たない。外、内皮膜は共によく発達し、柄に A あり性のツバとツボとを形成する。ありがとうございます。